はいどうも、カメヤンでございます。本日はですね、月曜日ということでこちらのジャンプの50号についてね、話したいと思います。そして今日はね、まあもちろんいつも通りのベスト3と、そしてね、今回もね、まあ今回もっていうか、まあ結構いいニュースもあったということでね、今週号からね、ということでまず最初はね、ベスト3の方、毎度おなじみではありますが、やっていこうかなと思います。ぐいや日の丸相撲でございます。まあ今週号からっていうとね、やっぱまあ先週とか先々週の方がそりゃね、面白かったのは間違いないですね。あのインパクトはしつこかったし、もうちょっとね、ここら辺だったら少しトーンダウンするかなっていうところもあったけど、まあもう次に来話賞に向けての対策みたいなのが日の丸も出てたり、まああとは同じ同部屋の方の話とかもあったりしてね、まあよくよく考えたらまあインパクトはそんなに薄いかもしれないんですけども、まあやっぱりでも終始ね、面白かったかなと思いますね、単純にね。やっぱいろんな展開があったっていうのは、1話分だけでも本当に自分的にも充実感っていうのは計り知れないもんだと思いますし、まあインパクトっていうのがもちろん大事なのはそら当たり前なんですけども、まあここら辺からどうなんかな、どうやってね、横綱倒してくるか、いやもちろんそのライバルたちも肩折られているというところで、そこをねどうやってね、打ち破っていくのかっていうところも結構準備段階とはいえね、結構重要なところだと思うんでね、まあそういった、まだまだ、作戦っていう段階ではあるけどね、どういった風にいくんかなっていうところがね、めちゃくちゃ気になるところなんじゃないですかね。それがありつつね、さっき言った同部屋のキャラのまあ本当に感動的ないい話とかもあったりしてね、やっぱりねこの1話の完成度は本当に高かったかなと思うんですよね。さっきの充実感っていうのがやっぱりいろんな展開が見れるっていうのはね、本当に読者としてはね、すごくありがたみのある回だったかなっていう印象ですかね。まあ地味とはいえも、そういう風にね、いや今週号面白かったなって思えるような充実感があるのはね、本当にね、僕的にもね本当に満足な部分ではあるとは思うんですけども、まあ今週号のね第3位はですね、まあいよいよ今後ね、めちゃくちゃどうなってくるのか、来場所がめちゃくちゃ気になる日の丸相撲でございます。はやーふブラッククローバーでございます。今週号は関東カラーで、まあアニメもね大好評御礼ということでね、まあ結構やっぱり勢いが来てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ前回がね、結局ロイヤルナウツ選抜戦ってのが終わって、さあ果たしてメンバーが選ばれるっていうところでね、まあ正確には今週号ではなんだろうな、全員っていうわけにはまだまだ分かんない段階なんですけど、まあ一部ポツポツ出てる段階でね、やっぱりちょっとね、先発戦をやっただけに誰が選ばれるんかってめちゃくちゃ気になるところだっただけにね、もうほとんどっていうか、まあ半分ぐらいは出てるんですけど、まあそれでもね、ああやっぱこいつ出てるんかって思えるだけでもやっぱちょっと面白かったって回でもありますし、まあでもね、この先発戦から出てきたこのザックスとかね、まあザックスというか本名ちゃうんすけども、こいつもね、いろいろ関わってくるところもね、正直面白かったかなと思うんですよね。もうちょっとなんか間くんかなって勝手に思ってたんやけど、結構やっぱりこの漫画展開早いですよね。もう次次ってすぐ行くからね、余韻に浸らせることなく、もう次のシリーズに入るよっていうところがね、やっぱでも読者からしたら秋っぽいっていうこともあるかもしんないんで、やっぱでも次のシリーズっていうか、新しい部分をどんどん見せていった方がやっぱりね、飽きないっていうかね、どんどんバトルシーン見たいってところですかね。まあそう考えると別に違和感もないかなと思うんですよね。逆にもう何回もこういう風なシリーズ展開見てるから、まあこういった作品なんじゃないかなって僕的にも思うんですけども、展開は早いとは言ったんですけど、やっぱりね、ところどころね細かい演出バンバン入れてきてね、そういった部分でね笑いを取ったりとか、まあ衝撃のシーン取ったりとか、まあそういった部分を考えると、やっぱ今週号1話分だけでもね、さっきの日の丸と同じぐらいの充実感を誇ってるんじゃないかなと思ってね、まあまだこれからっていうところですかね。それももうもちろん気になるところだと思いますし、このロイヤルナイツ結局ね、何が目的あったんかってちょっと僕忘れてしまったんで、やっぱね来週以降からね、どういった戦いっていうか新シリーズになるかなっていうのもめちゃくちゃ気になるところなんでね、まあ今週後の第2話ですね、もうアニメ化もめちゃくちゃ人気が出てきている、ブラッククローバーでございます。おやばー、ハイキューでございます。今週号で言うとね、まあ2、3プレーっていうか、試合の展開的には確かにあまり進んでないんですけど、
やっぱこのね、ハラスノの、唯一無二というかね、天才キャラの野安さんね、この人が結構ね、まあ、スランプってわけじゃないですけど、やっぱちょっとね、窮地に落とされるというか、ちょっとね、まさかの任されている場面があるというのね、ここが本当にね、完成度の高いというか、逆にもう、欠点ないんじゃないかなってぐらいなんですよ。もうね、ほとんど、もう成長しなくてもいいんじゃないか、まあ、それちょっと大げさかもしれないですけど、もうほとんどパーフェクトな状態の選手が、ちょっと追い込まれたっていう部分を少し見せられて、まあ、それは少し前からの話なんですけど、その彼がどうやって危機を打開するのかっていうところがね、やっぱ今週号ね、めちゃくちゃ分かりやすい明確なテーマだったと思うんですけども、読んでる段階でもある程度予想はつくんですけど、やっぱりね、ここでなんか見返すんじゃねえか、いいプレイするんじゃないかっていうの分かってるんですけど、分かってた上で、こういう風にね、なんか本当にね、熱くなれる演出をするというのがね、やっぱ本当に作者の腕の見せるところというか、それがもう最終ページとかにも引き継がれてると思うしね、まあそう考えるとね、ここのね、分かってでもこういう風にね、面白く演出というか、面白く描けるというのがね、本当にね、素晴らしいんじゃないですかね。あんまり目立たないとこかもしれないですけど、試合展開の中で言うとね、でもそう考えるとここはちょっと外せないかなっていう印象があってね、僕的にはもうね、今週号の1位はですね、配給でございます。はい、そして、冒頭でも言ったんですが、ベスト3以外にちょっとね、重大なことがあったのでね、それについて話そうとは思うんですけども、センターカラーにもなってますが、ゆらぎ荘のゆうなさん、なんと、アニメ化決定でございます。いやー、やっぱりね、ここいつ来るかなーってぐらいなんですよ、本当にね。もうそこそこなんかね、人気出てるっていうのは分かったし、やっぱ結構感染も続いてますしね、もうジャンプやったら、もうすぐやな、もう間もないなっていうのはなんとなくわかるんですけど、いやでもやっぱこのタイミングで来たっすね、うん、やっぱさすがやと思いますね、本当にね。僕的にね、いいところっていうのは本当に割り切ってると思うんですよね。もうまあラブコメっていうまあジャンルは間違いないとは思うんですけど、やっぱ見えるか見せない、見えないかっていう境目を見せる、そういうシーンを見せるっていうのはやっぱりちょっとね、エロの要素かもしれないですけど、逆にそこまではっきりしてた方が読者食いつくんじゃないかなっていうのが僕的にも印象があってね、まあそういった演出っていうかね、まあそれはほぼ毎回ではあるんですけども、まあそこがねやっぱりね、読者が本当にね愛すべき作品になるんじゃないか、そういう特有があるんじゃないですか、このラブコメってジャンルの中でもね。僕もね知らなかったんですけども、単行本の方もね、なんと、150万部突破ということでね、まあそれもねアニメ化の要因なんじゃないですかね。ジャンプ本誌だけじゃなくてね、8巻で150万部突破はね、もう本当に普通にすごいことだと思うんでね、まだもうアニメ化せざるを得ないっていうところじゃないですかね、どう考えてもね。ジャンプ漫画イコールアニメ化っていうね、そういう風にスタイル確立するのはやっぱりね、読者としてもありがたいことだと思うし、映像としても見たいっていう部分はまあ誰かしらもあるとは思うんでね、今後も僕の方でもね、アニメ化決まったってだけのことではあるけど、それでもちょっとね本誌でね、そういう風に情報が載ってたらこういう風に伝えていこうかなと思いますので、ぜひともね今後のご視聴の方もよろしくお願いいたします。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。